夕焼けだね。こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、ベンベンさん、ありがとうございます。アルさんの動画毎日楽しく拝見しています。ありがとうございます。ヒーローモードの隠しステージ、オルタナのその先へのタコゾネスゾーンについてです。タコゾネスを全員倒した後、ジェットパックやショクワンダーのような発動地点に戻るスペシャルを発動したままジャンプポイントでゴールに行ったらどうなるんでしょうか。おお、なるほどね。今回の動画で気になりました。調査お願いします。 OK、 行ってみよう。はい、やってきました。タコゾネスのところですね。じゃあここをとりあえず全滅させましょうか。さあでは、ここですね。ここのジャンプゾーンに、食ワンダーとかジェッパね。OK。はい、食ワン来ましたね。さあ、食ワンで、これ食案ですね。よし、行くぜ。あれ？ん？ウィーン。お、お、ん？え、はい。これダメだ。え？ああ、全。ん？え、ダメなんじゃね。ダメなんじゃね。じゃあ、ちょっと待ってよ。ジェッパでやってみよう。はい、ジェッパ来ました。ジェッパで、シュイ、いくぜ。おえー、ダメなんだ。いいじゃん。ああ、ダメなんだ。その戻り系だとね。いや、待ってよ。ってことは、食腕で、あそこで発動したら二段ジャンプができるんじゃない？この発動自体をここでやって、えい。で、まあ、遊ぶじゃん。こういうの取ったりして。で、戻るときに ZR ボタン、ZL ボタン押しっぱなし。キュイーン、二段ジャンプ。はい、二段ジャンプ、二段スーパージャンプができます。OK。じゃじゃん、ゆきさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタではないです。何？エナジードリンクを飲むと動きが速くなったり、復活時間が速くなったり、速くなっていましたよね。その他に、スーパージャンプの時間も多分速くなっています。勘違いかもしれないので、よかったら調査をお願いします。いつも見ています。これからも頑張ってください。ありがとう。ちょっと行ってみようか。スパッタリーがビーコンエナジードリンクなんで、ちなみに通常のビーコンに飛ぶときは、よっ、シャーンっていう感じ。で、エナジードリンクを飲んでから飛ぶと、いただきます。ゴー、シャーン。ああ、早い早い早い。これは早いね。ちょっと比べてみよう。エナジードリンクすごいね。いろんな効果があるんだ。オーケー。いいことが分かってよかったね。エナドリね。じゃじゃん。スーティーさん、ありがとうございます。いつも楽しい動画ありがとうございます。Rさん、小ネタです。娘が発見しました。お、ナーバトラーの、対戦相手にはいろいろなクラゲがいるのですが、フェスの時は、てんてんてん。ぜひ見てきてください。見てきて、見てください。採用よろしくお願いします。OK？ ちなみに、フェスの時のクラゲって、なんか青かったり、緑だったり。炎は？あれ？炎？君炎？白い。炎陣営ってオレンジじゃないんだ。この白いのが炎ってことか。関係ないか。
だったりするんですがっていうことよね。ちょっと見ていこう。初心者のクラゲ。お、通常食。のんびりクラゲ。お、君たちも、あれ、な、何色君。炎陣営っぽいね。前向き。え？これイカッチャのクラゲなんじゃない？へえ、色変わってる。緑。これオレンジ？で青か。うん。こっちのギリギリ日が当たっとるところで見たら、あいつオレンジ色なんかもしれんな。日に当ててみよう。何色だ？緑と青はおるじゃん。でもあのオレンジっぽいのはおらんね。ロロロロロロ。全然色違うね。あれ緑色？だからなんでこの広場にあのオレンジ陣営がおらんのじゃろうね。不思議な色と緑と青。万太郎の色だけどね。いくらを取ったら即終了。2はつらいをやっていきましょう。ついにサイト5に来てしまいましたよ。曲がり角のカード数だけ驚きあり、散歩道も人生も深い。行ってみようぜ。どっちでやるかな。スプラッシュボム、リールガン、リールガンで行ってみようか。オーケー。敵は倒さない、木箱壊さない、いくら取らない、イカフライ通らない。あーでもなんか倒さんにはいけんっぽいよね。嘘でしょ。あ、いいかもいいかもいいかも。よし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 、オッケー。あーして彼は一生あそこで過ごしていくのだろう。人生を曲がり角なくね。おお、結構敵おるやん。シュ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 ン。おお、結構タウンですね君たち。待て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 よ。ちょ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 。おお、結構激しいんですね。ちょ、痛い。おお、お前もそこにいたのか。おお、ちょ、痛い。ああ、やめて。どうしよう。大丈夫かな。ここ大丈夫かな。よし。オッケー、切り抜けた。曲がり角などないのですよ。おっと。バイタコはね、電車があるからな。よいしょ、オッケー。ちょ、おっと、後ろにいる。おー、やばい。おー、ここにいる。おー、やばい。驚きが、人生に驚きが。ちょ、痛い。やめて。嘘です。上からも来た。危ない。ちょ。うわー、ブクブク見つからない仕様でよかった。で、俺はどこに行けんだい？この上か。上に行くにはこうだな。よし。うわー。やめて。痛い。よし、オッケー。余裕っちですよ。ここはもう敵倒さないステージだね。で、このオレンジは壊さずにと。もう一敵。あれ。もうあそこゴールですやん。待てよ。これは、落とすか。ほら、そのスライドで落ちないかい君たち。えい、ダメだ。やべ、見つかる。くそー、落とすには。あ、今味方のスライドで落ちそうだったよね。落ちるのではないのか。落ちるか。
ボム。待てよ。ボムで恐れをなさせておいて、ヘイ。めちゃめちゃいいじゃん。この作戦だ。ヘイ。やめて。死なないで。死なないで。殺さないで。うわい。くそ。落ちんかな。先手必勝で押そう。これ、おら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 。うわ、やばい。死ぬ。そう、ダメか。いや、なんとか落としたいな。全部塗っておいて。痛い。そう。ほら。一回。この。バイタコくんは。これ見つかる？よし。標準を合わせると、シュインってやるよね。それで落ちてくれれば助かるんだけど。そして。ほら、押す。いやー。死んだ。見えたな今。これここの下にぐるぐるがあったね。撃ってみよう。これ。おしおし。意味ないな。もしかして意味ないのか。あのぐるぐるを使って。ここ乗れた。意味ないか。いや、俺がここにいるって分かれば落ちてくるんじゃない。ここだよ。ここだよ。激しい。そう、あっちなんだよな。やべ。ここだよー。痛い。そう、やるしかないのか。これをなんとか、あっち側に。無茶だよねー。やるか。気づくもんな。一人。二人。三人目。あやめてしまった。しょうがなかったんです。いろいろ試したんですが、しょうがないいくらでしたね。オーケー。こんにちは、サバールです。あれ、今夕方のはずなんですが、なんですかねこれは。さっきまで夕方だったんですが、昼になってますね。夕方に戻りました。それではいつものように質問コーナーやってまいりました。じゃじゃん。OTA さん、ありがとうございます。サバールちゃんに質問です。 R さん、かっこメインは唐揚げが好きということですが、サバールちゃんは何が好きですか？ギャラが増えるといいですね。ありがとうございます。これは好きな食べ物っていうことですかね。私はトウモロコシが好きです。コーンです。あれがあるとむさぼりつきます。もうすぐでフェスですね。おそらくこの動画が出る頃にはフェスは終わってるんじゃないかなとは思うんですが、メインのね、編集が間に合ってないのでしょうがないですね。最近メインは時間があるみたいなので取りだめをしてるみたいですよ、皆さん。じゃあまた見てくださいませませ。じゃあねー、バイバーイ。